いや、これで下り始めたと思います。止まったか。カメ。下りに入ったー。ロボさんの部屋にビビタリの航空さんピンチ。電波も可能よ。トムとネットは一時期何度もやってましたね、放送。トムとがいるの？そういや、もやしもんってやってるのか。もやしもんは、確か何度か見たことあるな。でも、漫画の方なんかたくさん見てはいないので、全体的にどういうストーリーなのかよくわかってない。ロボさん、金が見えるの？金が。それももやしもネタですね。水虫が彼女なのか。ああ。涼しい涼しい。部屋の掃除くらいやりましょう。やりましょうですよね。お、いらっしゃい。跡地。うん、謎終わりです。何という人が。あ、ルンバさんか。ルンバさん、私の部屋だと多分迷子になると思う。迷子になるというかスタックすると思う。格座すると思う。いや、格座は撃破されることか。おっと、スピード出しすぎ出しすぎ。トリードバイト。ああ、消え向かったタグに水虫。タグは確か編集できないはず。うん、で下った後はもう平坦で洲本でしょうね。洲本まで平坦でしょう。日本語としてうまく言えない。不法投棄ってほどじゃないか今のは。段ボールがちょっと段ボールの紙だけは転がってる感じだったけど。もう一周の人はこの時間に走ってたらやばいぐらいだからいませんね。だいたいみんな同じ時間に来て同じようなコースタイムで走っていくのかな。水虫を除菌された。どうだろう、 FMA 復活したかな。直して、他人に移すと治るタイプか。うん、水虫じゃなかった。水虫の目に入ったら水虫が見えるようになる。ああ。スピード出すぎ出すぎ。こんな時フォークが折れたらやばい。もう折れることは多分ないと思うんですけど、念のために。なんか最後の今のところの上りの方がその前の上りよりも楽だったな。曇ってて気温が低かったからかもしれない。あれ、ここがカウミラーないのか。ここは海上自衛隊基地。いや違うな、この跡地の方じゃなくて左に行ったら、これ海沿いの道なのかな。目に水虫ができる。神社どこ。水虫10メートル下から清潔にしてね。水虫は感知できるよ。コインシャワーとかで感染するんだよね。コインシャワーで。神社に行ってほしいそうですよ。神社どこ。神社、神社陰菌、陰菌は、何がマンチョだてめえ。水虫は白線菌ですね、元は。白い、あの線の字は、なんて読んだらいいんだろう。何の線って言ったらいいのかな。あ、今言ってますね。大丈夫ですね。近
少しやっぱりちょっと白くぼやけてるな、この辺り。黒い背景に明るいものが映るとよくわかるな。どうしてガッテン？じゃあスコルバ3缶缶っていうのはそのスコルバ3本でってことか。そんなに変わるものなんですかね。ホワイトハウス？はい、思っていました。そんな時期が私にもありました。足情報で。タムチン機がいいんじゃね。私の足の情報なのに。もう峠終わったの？うん、これでもうアップダウンはほぼないはずです。で、神社ってどこにあったんですかね。っていうか、あるんですかね。金が見える。わらわら。もやしもん、知ってる？もやしもんは、あの、確かアニメ何話か見たことある。熟熟がダメなんだよ。ホワイト。大石パーク。この辺りが結局電話しなかった、あの、おいしい、エトワールおいしだったっけ？エトワール。エスポワールだったら、あの、希望の船のあれになるな。エトワール。エトワールは確か星だったっけ？スリッパ。あ、エトワールおいし。右に海上自衛隊。さすがね。あ、淡路島謎のパラダイス。ここの本当とはちょっと面白いな。心がけないと再発しますね。エトワールはフランス語で星。合ってます。エトワールですよね。新たエトワール。星の王子様はエトワールプリンセスなんだけど、でもエトワールプリンセスっていうと X68000 の二等身のゲームを思い出すな。水虫虫だよ。水虫虫がいるのか。では釣りでの意味は何でしょう。スリジャー、それはスリジャーやアルダナプラコッテってまた証拠映像を撮っちまった。エスポワールゴーグ撮るんですか。食い物自販機だ。同人ゲームだっけ。同人ゲーム、いや、あのあれは売り物でしたよ。どこだったっけあれ。ナグザとエグザクトだっけ。ズームじゃなかったですよね。あれ、いや違う、ズームだっけ。いや、ズームじゃなかったはず。手遅れに。神社はどこだったんですかね。ホワイトハウスも。淡路牛乳ってうましいんすか。あ、淡路牛乳、あの、店で売ってましたよ、あちこちで。美味しいんじゃないでしょうか、知らないけど。にゃーって言った。にゃー、え、何が。お、80円自販機。でももう喉が乾かなくなってきました。水虫をオークションに煮出してみようよ。オークションに煮出すってどういうことですか。煮出すのか。淡路島は牛肉も美味しいよ。エグザクトってジャンピングフラッシュ作ってたところか。ジャンピングフラッシュですかね。あとアクアレスとか、あのシューティングゲーム何だったかな。サイナーそうなんですかね。あれ匂いの元でもあるんですか、白線菌は。終わったらツイッターで教えてください。了解。いや、了解しないけど。淡路島は玉ねぎが名産だっけか。うん、玉ねぎ名産です。狭かったな、ここ。ここは狭い。軽がすれ違うのでもちょっと狭かった。あ、そうか、エグザクトのシューティングゲームはナイアスだ、ナイアス。食用病。あれ、今繋がってないですか。そうそう、子牛そあの育てるっていうところもありますね。神奈川県だと、あれ大野山か、大野山。あ、でも NG コメしたって読み上げが聞こえるんですけどね。自転車直っておりません。どんなどんなどんな。おー、動いてるよ。ちょっと私は確か前皮膚科に一遍行った時には保険は聞いたと思います。何を簡単に。この後の予定ですか。洲本に泊まる。以上。ひどい道の国道には興味ありますか。国道には結構興味あります。どこにも玉ねぎはダメだからね。
そう、猫に玉ねぎダメ、犬に玉ねぎがダメも聞いた。あと何キロ、ジャンピングフラッシュの続編立体視でやりたいな。ジャンピングフラッシュ2ありましたよね。で、ジャンピングフラッシュの前が、ジオグラフシールっていうやっぱりジャンプゲームがあったんですよ。あの時はなんかあの立体というかポリゴンゲームというかあの空間的に、ゲームステージが空間的3次元的な意味を持っているゲームって少なかったから、あと10キロもあるまだそんなにあるのか。まあ平地だろうし。ジャンプはあんまり読まないな。まあでもジャンピングフラッシュは割と、なんとなくジオグラフシールの方が SFSF してるせいかもしれないけど、大阪セメント株式淡路サービスステーション前ですか？もう少しでコンビニあるよ。あ、サービスステーション前です。そうです。昨日コンビニがある。海猿見てない。地形が面白い。あ、本当だ。なんかあの何じゃ、今ニャーって聞こえた。ジャンプといえば今ニャーなのか、あのあ、すいません、今聞こえなかった。お昼はあのスーパーで弁当買って食いました。メンチカツ弁当398円。電話連絡はしてなくて、あのネットで予約しただけです。淡路第二プリンスホテル別館のシングル客室利用です。神社行かなかったの？なんかオカルティックな噂があるとかいう。あ、神社行ってないですよ。どこですか神社？まあ、聞いても戻らないですけど、今から10キロだからゆっくり行って、まあ着くの6時ぐらいか。お魚ですか？ああ、今日とりあえず外食だから何か探して食べます。私は本当に町の定食屋とかでもいいんですけどね。訳ありの部屋って書いてあったかも。訳ありの部屋？ライフ、ライフはスーパーですね。一緒に泊まるにはお金出してもらわないとダメですね。肉料理、海鮮。何ですか？本当だ、牛の、早速牛の店が出てきた。ゆらさん。ええねんか。いいかな。関西弁下手に真似すると怒られそうだ。事件あったのが5年前だったかな。事件が。わらわら。ここも市街地ですね。あ、面白い色の家がある。格安。あと10キロ弱。長い夜を一人寂しく過ごします。添い寝なら無料。いや、添い寝だから無料ということはないと思う。面白いですねこの家。前北海道の、あ、受験生。北海道の蕎麦の名産地は、蕎麦はあれ朱鞠別湖があるところはなんて言ったっけな。朱鞠別湖があるところは幌加内でこんな感じの家見たことあるんですよ。そこはなんかペイントなんとかの店だったんですけどね。ニジハウス、この色のチョイスがいいですよね。単純な虹色とかじゃなくて。そう、幌加内にこんな感じの色を塗り分けた建物があって、何かと思ったらのペンキ屋さんでした。ペンキ屋さんか塗装屋さんか。あ、延長了解です。近く、そうですね。あとはもう平地で障害がなければすんなり着くでしょう。5分。今日はお酒飲みますか？縦の塗り分け見ると西鉄バス思い出す。西鉄バス、あ、そうでしたっけ。わら隣が延長動いてないな。3分前。まあいいや、手動延長。はい、30分延長しました。今日の水曜どうでしょうは録画してきたの？水曜どうでしょうはずっと録画しっぱなしで止まりまくってますね。なんか水曜どうでしょうの道中にイベントかなんかあんまり。あ、サイクルショップ、そうですね。あ、じゃあお願いします。サイクルショップで検索してもいいな。自転車店の情報は前にコメントでもらってたんですけど。面白い。うん、私ユーコンのシリーズ好きですね。あのピートが出てくるやつですね。その地図って見やすいですか？この地図はですね、あの
GPS の衛星画像を地図に重ねて表示するその機能の部分だけを使って地図を表示してるやつで、役の地図取り込んで、あ、ジェシーさんありがとうございます。 URL 省略、以下略、どこから着いたら探してみます。んどこから、あ、ですね、YMAPJNX っていうキーワードで検索してください。 YMAPJNX、 YMAPJNX で検索するとその通路を公開しているページにが引っかかるので、お子さんがで、そこにあのやり方も一応書いてあります、一通り。ただあの Python という言語を、あのスティック操作、まあまあPython という言語を入れなきゃいけないのがちょっと面倒かなというのと、あと、ガーミンのファームウェアが最新バージョンだともうできないのかな。最新バージョンじゃない場合は新しいファームにパッチを当てて適用することによって、その画像ファイルのがそのガーミン正規のものかっていうチェックを、チェックを外すことができるので、あ、谷サイクルショップ、谷サイクルショップ了解です。ライフってあのライフじゃなかった、あのライフじゃなくて普通の個人商店みたいなとこでした。あ、でも市街地になってきたな。違うライフか、笑われ違いましたよ、ライフ。まあちょっと面倒ではあるんですけどね。で、あとこの地図の取り込む設定もですね、チューニングいろいろした上でなんですよ。今私のツイッター検索してもらえればどういう設定かっていうのは分かるんですけど、相当ややこしいね。結構ややこしいですよ。地図も何段階か、20段階ぐらいある中でどのレベルを取り込んで、でガーミンのガーミンのその縮尺、あの左下に出てる数字が何キロとか何百メートルからそれを表示するかみたいな、そうパッチを当てて、でそれによってちょっと後ろ音が聞こえてないとは言っても一応後ろ確認すべきだったな今。そして今ガーミンは保証効かない状態です。ファームをパッチ当てたファームを適用してしまったので、まあまた新しいファームを当て直してしれっと故障の時に修理出したりっていうのはできるのかもしれないんですけど、一応そこはリスク受け入れてるつもりです。いろんな方法でやってるね。どんな後ろぐらいことをしてるんだな。後ろぐらい、いや、微妙かな。明らかに違法な著作権的なところは大丈夫だと思うんだけどな。点字ブロック、右の島あれですか、あれなんだろう、結構あれ島なのか、島の周りぐるっと電信柱が立ってますよ。あ、結構大きい町ですね、ここ。公衆トイレ。あ、本当だ。都線上がある。大人300円。パイオニアも出してなかったっけ？パイオニア。どういう島なんだろう。ダウンロードできるんですか？さっきこれ修正パッチは、ガーミンからダウンロードできます。それにパッチを当てるというのは検索してまた探さないといけない。海水浴場、島、海水浴場に船で渡るのか、すごいな。この地形確かに面白いですね。あそこまでずっと向こう陸がつながっているように見えて、実はどこ？野付先みたいな風に、北海道の野付先みたいにちょっと渡りつつあるけどな。時間的なところと、あとこれは時間書いてないってことは、あ、ん？ちょっと見えないな。干潮になると歩いていけるのか？干潮に、いやどうですかね。梅の屋旅館、梅の屋旅館？ん？どこですかね。もう予約はしているので、時刻表。大石発17時で、由良市省なんたらかんたら17時15分、成ヶ島ですかね、成ヶ島かな。自転車充電器一応16時台17時台ってもう過ぎてんのか。これは何発着場なんだろう。
うん、ちょっとあの地名がよくわからないな。まあいいや、写真だけ撮っとこう。あと鳴ヶ島清掃の日ってのそこに書いてありますね。茂家島と千葉。茂家島、ちょっと待った、鳴と書いて茂って読むのか。多分それ個人名の読みですよね。あのリア充と書いてリアミスルと呼んだり。ん、今晩はもちろんですよ。明日か、明日、時間はあるっちゃあるな。ただ明日山の中入っていこうと思ってるんで、あと早めに終わらせて新幹線で帰らないと。お、由良大橋。今の私が後ろ向けてカメラ撮ってたから鳴らされたのかな。やった。そのなんか手に物を持って横に出すなっていう。やんちゃだやんちゃだ。一番後ろ走ってた人まともだったな。あの例の昆虫的なカウルがみんなついてましたよ、後ろの人覗いて。茂家、あ、鳴ヶ島、ありがとうございます。ボーヤン、ボーヤンっていうのか。ん、次どこに、あ、地元に。いつになるかな。山に、そうですね。こんにちはって、だって聞こえないでしょ。彼らには聞こえないじゃないですか。私の声など届きませんよ、物理的に。そう、昆虫のなんかあのカブトムシ系のに似てると思うんですよね。昨日私はあの泊まったところは和太鼓の練習をやってました。録音してツイッターにアップしようと思ったけど、なんか音ファイルがうまくアップできなくて。写真は今撮ってない。チリンチリンで、ああ、なんか爆発してる気分になるな。あとに心的には、どうぞ、心的にも。デコレーション重たくなるのはちょっと、これ以上重くなったらあんま変わらんか。うん、スペクター。風鈴の音、結構でもいいでしょう、これ。あのジリンジリンとかカーンとか鳴らすよりは、カーンじゃないか、キーンか。しかし 手元を見ないと鳴らせないんで、よくないな。悲しくなってくる。この余韻が長く続くのがいいんですよね。うん、毎週旅行はまあ物理、体は疲れても精神的にはリフレッシュされますからね。スーパーカーありましたね。スーパーカーというか、あのマニュアル変速みたいな、まあマニュアル変速なんですけど、ギアボックスみたいなのくっつけたデコチャリじゃないけど、スポーツチャリが流行りましたよね、もう昔。楽しい。ヤンゴホリデー。そう、この音に惚れてというか、どうせつけるんだったらこういうのしようと思って。あ、でも私線香の匂いですね。あの道歩いててどっかの家の前通って線香の匂いがしたりすると、なんか猛烈な郷愁ノスタルジックなというか、あの胸にきますね、胸に。で、何でしたっけ。コメントだいぶすっ飛ばしましたね。喋りながら、そうですか。股間に、あ、そうそうそう、それそれ、イットイット。あ、自転車だ。こんな時間にこんなとこ走ってるなんて、どんだけ貧局なんだよ。私が反対側から走ってきてたら、ちょうどこのくらいのタイミングかな。洲本ですね。線香の香りはおばあちゃんに。ああ、やっぱ向かい風なの、向こうは。
ちは。今日の日必死だったな。こっち顔を気づいてないかもしれない。ガチャガチャ。私に少年の日の光景を思い出させるのであった。あれ赤はどっちだっけ。赤あげてるけど、人生はサウダーデが分かってから家3周目です。あんたが言うな。線香の匂いがすると、私は緊張します。緊張しますか。で挨拶して赤止まれ。和骨和骨はだから一般の人に挨拶したって意味自体が通らない。カーンカーンっていうなんか CM が前ありましたね。赤あげて白あげないで1日経って旗振りも大変そう、ですよね。暑い日とか特に。あ、パチパチ。ガルマヨ入り事件。そういえばどうでしょう、新しいやつでは大泉さんが宮大工設定になってましたね。そのあたりまでしか見てない。海マフラーロードにはしないの。ドロップハンドルが姿勢的に苦手です。しかしロードバイクにしないのは本当に多いですね。やっぱりドロップハンドルの方は 100% いいというふうに思っている人が多いんだろうな。 100% は言い過ぎだけど、ロードバイクの方が一般的にいいというふうな認識が強いんでしょうね。私は確か少数派だけどな。あと雲の速さ何事。フラットロードはどうですか。フラットロードは結構いけるかもしれない。ロードは怖いです。ロードロボさんも岡持ちの SPDS SL じゃないやつ。追い風かな、どちらかというと。なんか斜め方向に吹いてたりするんですけどね。まとめても結局それの FAQ を見ろというのも厳しいんで、毎回答える感じで。いや、あんまりよそ見してると、ロードありますよね。ロードに、いやでも乗ってる人もやっぱりロードを愛してる人はそういうふうに思っている人多いですね。その方が、最初に出ましたところで萩原さん、民宿萩原さん、ロードの方がトータルでは早いと思いますね。私はロードが詳細、いや、それもなかなか難しい勇気だと思います。私も放送見たとしてなかなか説明いちいち見たりしないしな。といって私がなんかその何回も聞かれてますっていうのも失礼ではあるよな。そう言いながら乗ってる人のロボさんみたいにどこでも行くスタイルは無飛ぶの方が向いてるで。マウンテンバイクはクロスバイクの方が砂利道とかあっても平気ってなりますね。そうだ、FM7 は高いよ。当時いくらだっけ。これ左が行けるかな。何を着ないんですかと。あ、行けるないか、これ左行ける行ける。でも大体ロードバイクがも求める方向はロードバイクに合ってる人の方が多いっていうのありますね。早く遠くへ走る。大体今自転車スポーツ自転車趣味といったら遠く早くっていうのが一番メジャーだと思うんですよね。レーパン履いてないです。ユニクロのブリーフ。レーパンは、あ、小径車は折りたたみの小さくなった状態は羨ましいんですけど、乗りやすさで言うと、でかい車輪のやつに乗り慣れてると小径車に乗ると抵抗ありますね。逆に小径車に慣れてしまえばいいんだろうけど。あと荷物積む工夫があまりしなくていいから、普通のサイズの自転車は。小径車だと結構食いりますよね。こっちいいですね。ちょっと嬉しい。すごいな、これ怖いな、狭いけど。おお、サニートラック。
違うからね。昇敬車と安定性。逆に小回り効かないっていう考え方もありますけどね。恥ずかしいかどうか本当に自分次第なんで。だって私が恥ずかしいかどうかなんて こんな格好してる以上は悪い。あ、かけた。今見えましたかね、私の頭のシルエット。こんな状態で走ってるんですよ私は。悪い。ワンワンを本キックは必要になってから買えばいいよ。恥ずかしいというのも、逆に本気の格好してるくせに遅いのなんのって言われるのもありますよね。言うのも。可愛さとか面白さを求める場合は、ミニベロとか、ただの風景。ミニベロとか、リカンベントは趣味の、そういう趣味の人にはもってこいですよね。ってからが。うるさいって言ってましたね。あれはこの間は山口県のどこだっけ？何の復活？すっごいの。ああ、もう終わったよ。残念。残念。楽しい裏道は終わってしまった。何を目指す？お。ああ、ちょっと痛そうだ。なんか怪我してる。二人乗ってましたね。あれって法律的にヤバいんだったっけ？自転車二人乗りは。終わってしまった。残念。あなたの弓道はここで終わってしまった。汗で、そうですね。結構そうかもしれない。スルーされました。あれ禁止でしたっけ？ああ、そうか。イヤホン禁止とかと同じようなところに書いてあったっけ？あ、そう、兵庫県来るときですね、一応事前に県ごとの、自転車の、なんていうのかな、あ、いっぱいだった、魚春だ。なんかたくさん出ましたから、この辺りの民宿、かなり見覚えがある名前ばっかりだ。物体か。じゃあ、お地蔵さんみたいな紛争して。で、兵庫県のルールだと、イヤホンという文字列が含まれていたんで、で片耳 OK という例外書いてなかったんで、解釈の仕方によっては片耳にイヤホンアウトなんですよ。まあ無理やりな解釈だと思うんですけどね。基本片耳イヤホンであれば問題ないと思うけれども、スピーカーだったら一応文句言われない状態にはしてます。ただこれ本当周りに迷惑かけてる方が多いんじゃないかな。こんななんかゆっくり声をヘルメットから発しながら頭にカメラつけてるやつが近づいてきたら嫌ですよね。私は本当大音量なければいいんですけど、旗から見てそう分かるようにしとかないといけないっていうのもあると思うんですよ。どれ、スピーカーでもダメなんですかね。あ、ゆっくりレームが好きなのではないです。ゆっくりレームのことは大嫌いですとは言わないけど、特に興味があるわけではない。ハニヤバッグ大音量、スピーカーでもそうですよね。ただ理屈だとそうなんだけど、見た目的にはそれで何も言われないはず。イオンで、今イオンというと、あ、予約できました。でもやっぱりこれ車載とかでいらっしゃいます。生放送とかでこういう声、動画とかもですけど、聞き慣れてると、この間動画で見た吉田ロイドはですね、今日はなんかどっかの店に、それだと携帯電話の通話が迷惑だと同じように、なんか人イラつかせる効果あると思うんですよね、こういうの。なので人の近くに行くときはあんまり鳴らさないようにしてるんですけど、宇波菓子、淡路島特産、温暖海洋性常緑樹、淡路島ではバベと呼ばれ、炭にすると備長炭になります。あ、宇波目菓子のことを淡路島ではバベと呼ぶ、バベ。
ちなみにあの片山正幸の漫画に出てくるババプロはバビーと呼ばれてますけどね。で左側のウバポン、ウバメガシと洲本八狸柴右衛門の孫娘、長女かっこウバポンによる洲本市由良内田海岸からのお知らせです。ウバメガシを育てるどんぐりの会。ウバポンのこれ口どうなってんだろう。あれは唇なのか、唇なのか、あの舌を出しているところのその舌の線が書いてない状態なのか。いきなりの麻雀は大学の頃ちょっとやって負け続けてましたね。どんぐりネックレスですね。あれはバック中のおばちゃんにしか見えない。バック中の愛のかな。海てしまって、私の声は人を眠らせる効果があるらしいですね。このマイクの喉元につけてると低音が特に増幅される感じで、右前、おお細かい体の芝生、こんなところに、うん、上司高校。あと5キロぐらいかな。ちょっとアップダウンありそうなんですけど、ぐるぐる姿見せたくない。結局今回一遍も振られてないんですけどね。宿は洲本の市街地にあります。浜というと横浜のことですね。スピーカーで、いや、まあ、イヤホンでも一緒なんですけど、私はこの、放送のやり取りに関して依存はしてないつもり。あともともと一人の方が寂しさ自体をかみしめるみたいな楽しみ方もあるんで、まあなんか膝たらしいとは思うけれども、やっぱり一人旅行ならではの面白さありますよ。うん、話にメリハリ、あーとかいきなり叫んだ方がいいんですかね。そういう音量の話じゃないか。話にメリハリ難しいな。特に何かを考えて喋ってるわけではなくて、道中見たものに対して喋ったり、あとは振られたことに対して反応してるだけですからね。あ、こけるとか、そうですね。ああ、浜の人、浜っ子、草女子って、草野球も草にどうしても。うん、宿混んでました。10件ぐらい電話しました。配信中1時間をそれに費やしました。1時間以上だっけ。43歳、いやもうちょいそれは後の話。今度は42歳。あ、そうか、自分で43になりたいと言ったんだっけ。いいわ。宿でパスタ入れたら多分スプリンクラーが作動して怒られると思います。水浴もうなよ。何がはみ出すんだろう。海の日なんだっけ。心霊ホテルあんまりなんか誹謗中傷しない方がいいと思うな。もしそのホテルの支配人の人とかがこの放送見てたらどうするんですか。行った先で私はなんか枕の下に豆を1個置かれて、でその豆の出っ張りが気になって眠れないとかなるかもしれないじゃないですか。っていうのは何だっけ、ベッドの下に豆1個だったっけ。その出っ張りにも耐えられなくて、それにも耐えられないような虚弱なところによって本当のお姫様かどうか判定するなんて話が何かの物語にあるらしいですよ。お正月休み？漫画ネタすいません。サーファーを見のか？お小遣いあげて。それ大学の先輩から聞いたネタなんですけどね。豆を1個下に敷いただけで、クッション越しに1個置いただけで。
眠れなくなるようなのはお姫様だという判定方法だって聞いて、そんな生き物はお姫様以前に生き物としてダメだろうって話になって、そんなやつが子孫を残せるはずないだろうとかいう話をしてましたね。わらわら、大豆が値上がりするから気になるんですね。若い頃はドリトル先生、ドリトル先生月へ行くとか読んでました。うん、どうすか、それだったらサインいくらでも書いてありますよ。豆は、私より、そうそういう感じの話、そういうのは生き物として間違ってるだろうと、股間にゲスが分かって反応してる時点で自分だってゲスだし、大豆先物、そんな感じ。こんにちは、名刺あげます。豆、いや、なんかベッドの下に置くとかいう話だったんで、なんか直に体に当たるような状態ではないことを指してるらしいです。まあ昔話なのかグリムドア的な話なのか知らないですけど、元ネタ知らずに話してるんですよ。そういや、卑猥な、いや、それは多分違ったと思うかな。サイン入りの骨、さっきの話、いや、そういう話じゃないんですけど、そういう話じゃないんだ。腰の下じゃなくてベッドの下なんだ。メルヒン、童話に突っ込むなんて、まあネタにしただけですけどね。スモントの市街地はこっから、今どこにいるんだ自分は。ここの市街地を抜けてちょっと寂しいとこ通って、またその先か。補助ベッド、補助ベッドってなんだっけ、なんか最近新しい方のシリーズですかね。だとしたらそこを多分まだ見てない。あと3キロくらい、あ、3キロくらいいまして、これマンションかな。そう、ファミマありますね。あ、これは展開場の真ん中に、あー、見てない。あ、市役所の近く、ありがとうございます。市役所の近くの谷自転車店でしたっけ。これは、これは、まあ、あの時のほどではないにしても、あ、ガリガリ食ったら美味しいかもしれない。今谷さんならあと3キロ、おお、白い、あ、サイクルショップ、ダメだ、ファミマガリガリタイム、延長、おお、いい感じで飛びたポーズ取りやがって、やたら駐車場がでかいな駐車場またでかいって言われた。ガリガリ気にし入れますか、都心じゃなきゃこんな感じですよ。コンビニ来た、猫、ヌコ、わら、白猫、猫、白い、お店はすべて閉まります。え、ゲタ予約しとくほうが、予約は知ってます。このとこ知っていくなよ、クズが、クズめが。タンバイク、あ、よいしょ、わちゃー、ちっちゃい、あ、延長か。あれ？じゃあどこ行った？あ、いたいたいた。交換とアップ狙いました。ちょっと待ってくださいね。偽善行動。そう、偽善行動。ここにもぬこさん。偽善を働いてやる。ここだらけ。わら。おつ。はみま。じゃあまず延長して。ぬこオリンピックの会場はここですか？どうでしょう、海島一周の話、ベッド、海島一周の話、ネタ、あ、なんだっけ、残り3分くらいです、延長延長、ホモサウナの系、30分延長しました。さっきの白猫がついてきたの、いや、あの小さい猫がいるんですよ、子猫が、延長、偽善はした方がいいです、ダイナ
ほら、ほら、ほら、あれ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 。手前のやつは平気だ、平気だけど。ちっちゃい。ちっちゃい。ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい。ちっちゃいなぁ。これで延長できましたね。じゃあ、ちょっとガリガリ買ってきます。ちっちゃいなぁ。あ、そうだ。買い物したらこれゴミ捨てさせてもらってもいいかな。あの、家庭ゴミってことになりかねないけど、買い物させてもらったら捨てさせてもらってもよくないかな、ダメかな。小さいのそっち行ったよ、そっち行ったよ。ボークビッツも小さいよ。プラスファミマのおばちゃんがいた。一家だね。乗ってら。一家ですかね、あれは。ガリガリって何？血行毛だらけ。あれ？猫灰だらけ。ペットボトルどこ行った？あった。いいよ。うん、買い物は、もうちょっと買い物し、ガリガリ君ごときじゃちょっと割に合わない気がするけど、一応買い物したという名目で捨てさせてもらって。いいよ。捨てまくりですよ。大丈夫です。本当はファミマで買い物した分だけ捨てるべきだと思うんですけどね。あまり良くないかな。特に放送上だと、これを前例に。緑の自転車に。ゴミを捨てる事案が。おぉ。スニッカーズ？海岸沿い町はぬるい、うん、たくさん買い物してて、買い物、まあなんか次に買うものがあったら買ってきます。家庭を、てか皆さんにあのいいと言ってもらうためにやったような気がするな今の。あ、また猫いた。バイクのカゴでオッケー。また子猫いた。小さい。それ言ったらさっきの空き缶も捨てちゃダメになるからいいよ。警備中。警備開始。警備開始繰り返し。かさばらない栄養価の高いもの買いなよ。猫に右往左往するロボ、ヘルメットかぶっていこう。店員に聞いたらダメって言われるでしょ。ガリガリ機20本行けば OK。ギャーロボさー、今映ってましたかね。駅前にママチャリやめとくと俺のだけカゴにゴミ入れられる。コンビニで利益率の高い商品ってなんだろ。怪しい、わら、ショタッコゲッツ。ロボさんが子供に絡まれそう。まずは買ってからな、買ってからじゃないと、あの証明しづらいから。じゃねえか、わらわら、子供、わらわら。スピーカー、あ、マイクここ、ここか。
じゃあちょっとあのガリガリ行かせていただきます。あとよく考えたらもうすぐホテルに着くんだからゴミ別にここで捨てなくてもよかったですね。店に入ってあの頭が冷えた時点で気がついた。風強いな。いい感じに柔らかくてこれは食べやすい。62円。お味美味しいですね。ただあの2年前の夏にガリガリ新茶になった時ほどの美味しさはまだ未だに再現できてないです。風が強くて怖いな。また猫が。コメントあまりほとんど聞こえてないですけど、すみません。コメントあまり聞こえてなくて。ほんと雲の流れ早いですね。赤木さんに今度行ってください。当たる気がする。コンビニ学級する前ツーリングってどうしてたんだろうね。白熊は聖火だな。すぐ赤木。行政官って感じだな、ロボさん。洲本は安い温泉ないか。東京のパシフィックホテルの部屋に折りたたみ自転車持ち込んだ子イカ役。体がガチムチに見える。ガリガリ君食べたい。危ないぞ。ガリガリおかわりしてもいいのよ、子猫。仕事は何？ドライブインとか陶芸屋とかでしょ。コンビニ普及前。危ない。腹はぽよぽよですよ。こっち見てはる。猫危ないよ、怖い。危ねえ。パシフィックって品川駅前の？にゃー。
梅雨が開けたような気がするんだけど、向こう？なんかね、危ないですね。すいません、ちょっとトイレ行ってました。猫はもう脱出してました。買いバッテリー切れました。まあでもあと2時間ぐらいはいけるんで。ああ、GoPro も給電なくなってるな。さっきあの車の人がちょうど外で出てきてたんで、さっきあの車の人に猫入ったんでって言ったら、もう向こうにいるよって、あの背中の方にいるって言われて、見たらちょこんと言いました。そう、ラーメン屋の、そう、バンダナすると汗が足りなくていいんですよ。バンダナ風の、うん、松本零士。この人ちゃんとしたい猫いたの分かってたのかな。すごいよな。自転車用です。あとジャージ、今日着てるやつじゃないけどセットのジャージがあるんですよ。あれ、どこ行った、もうどっか行ったか。イケメンでしょう。あの、私の顔のことイケメンだという人は世の中にいてもおかしくないですよ。何人かは。よいしょ。ニャンニャンをイヤホンとこの時期汗だらったらもんね。イヤホン、いや、イヤホンでも耳は別にそんなに耳の汗かくわけじゃないんで、どちらかといえばイヤホンヘッドセットの方が、なんていうか、声の収録というか、集音状況もいいんですけどね。ただ今時あのイヤホンは病的に反応する人もいるので、足の裏がイケメン、あとあの
巡回しているおまわりさんに、私はイヤホンなんて一切身につけてませんよというのを完璧に証明するためにこの方法を今取ってます。面倒なんですけどね。ビートなんか暗くなったな。ムツコロウさんを超えた。ムツコロウさん。というわけで、潔白。あ、バッテリー残量低下、GPS の電池がとうとう切れかけている。ちなみにこの GPS はですね、昨日から電池交換してません。ちょっと待ってください。その前に GPS の電池交換しておきます。昭和、そうですね。多分昭和の時代ないんじゃないかな。骨振動は案外よろしくないという噂をある人から聞いて、ムツゴロウさんはどうなんだっけ。ガビン、ガビン、イヤホンがうるさいんじゃなくて、イヤホンをしてるとそれを持ってあの命が惜しくないのかっていう反応する人が結構いるんですよ。ツイッターとか見てるとよくわかります。エネループ2本で昨日から今日にかけて、イヤホン無糖化ですよね。まあ無糖化は確かに危険だと思うけど、イヤホンもまあ音楽を大音量で聴いてる人見たらまあそれ言われるよなって思います。よっと、ちょっと一旦電源切って電池も置いて、ふん、無糖化は最近とかの問題じゃないだろう。無糖化そうですね。うん、ノボさんのバッテリーはわらわら、苦戦しとる、わらわら、あるある、わら、勝て、落下注意。そう、落下注意、これガードレールの近くとかでやると危険ですね。最終的にはなんとかできてるんだけどな。よーい、池田は関西文化の文化現象、これ買ったいよね、もっきりくらった、こうして、これは盗めない、バッピン、そんなに硬いの、カリオさん元気、ラーメンつけ麺元気、たまにツイートでされてるんで、わらわら、頑張って、病院のマウント、わら、 200km とか走って疲れ切った後にやりたくない作業、やりたくないなんてやのん、わらわら、ですよ、押しダメならいい目になってな、ガーミンの本気を見た、頑張れロボ、あかんて、わら、そんな硬かったっけこのクレードル、わら、クレードルがなんか、するようになったのでは、コツがあるんだと思うんですけどね。厳しい。ちょっとこれマイナスネジかなんか、これをちょっと、シリコン、ここのところ、ここ、シリコンスプレーとか置いておいた方がいいかもね。純正マウント、純正マウントです。わら、日本製ではありえない、頑固だな、それ、ああ、きつ、プロツールも歯が立たない。ハイパーキックをかまそう、電池交換しないと先進めないんですよ。わら、画面の動きが面白いな、入れるときに無駄がないから、うん、これ相性なのかな。オレゴンのクレードルなんですよね。血出さないでください。はい、トンカチ。それがギーギーなってたんじゃないの？ギーギーなってないです。多分これじゃないです。力技？わらわら。電池800ならすぐ外れる。いや、オレゴンでもスカッと外れるんですよね。だから言うこと聞いて。俺なら切れそうだ。わら。また一旦深呼吸して落ち着こう。もう一回反対側からちょっとねじ入れて、なんでしょうねこれ。うん、エッチの盗難対策、本人が外れないっていう、マウントごと、この角度でやったらどうだ、これどうだ、オレゴンのにつけてます、ここ、こうして、やっぱこれ爪だけの問題じゃないな、やっぱりレールは滑らないんだ。うん、
いった、いった、やりおった、我ながらやりおった。悔いなし、悔いなし。あー、きつかった。これなんか潤滑油かなんか見とくかな、本当に。ふう、でなんだっけ、電子交換するんだった。疲れましたよ。 100m ぐらいの丘越えるぐらいの重労働だったな。一辺の悔いなし。電池交換でえらくなんか今心理的に盛り上がりました。私はさて、なんかゆるーくゆるーく、うん、これで爪引っかかってないんだけど、これで十分固定されてるような。まあ市街地で落ちても別に谷底には落っこちないだろうから、これで行こう。あー、こう疲れた。はめてみて、もうはめましたけどね。はめたけど、混んだらサドルはボディジオメトリーサドルってやつで、あ、これシール貼っつけたままだ。イートレックス、え、つかない？なんどういうことですかそれ。取れて飛んでる可能性はちょっと増えました。障害に一辺の食いなし、ドーン。うん、クレ556というか、あの、あ、そうだ、今拭いとくか。お父さんだったら、お父さん、いや、やっぱり後でしょ。うん、疲れたな。そう、ゴミ、あの、溜めまくってますからね。よし、行くか。ふぅ、あ、そうだ、電池、電源入れ忘れるとこだった。A 型です。いや、秘密。また新しい情報を与えてしまった。シリコンオイル、あれ、あの、ワコーの普通の、あの、潤滑油じゃまずいですかね。クレは持ってきてないです、今回。家にはあるけど。で、埋め込むので時間かかるんですよ、これ。ファイルたくさん入れてるんで。サイズも、あ、両面テープ。裏網、まだ立ち上げ中。マグネットで、あー、でもマグネットだとさすがに衝撃に、衝撃に弱くないかな。ついた。見てた。よし。サルボボ。あ、普通の、そうなんですか。じゃあやめた方がいいかな。にしてもこれまたもう一遍やるのはちょっときついな。よし、じゃあ行こうか。なんか数々のドラマがありましたね、このファミマには。数々のドラマがあったファミマ何店、ちょっとファミマの何店か調べていこう。あ、1400使ってます。なんだあのリアミスルは。このリアミスル、その手前に小さいのが、なん、あ、丸まってたのか、可愛かったのに。写真撮って、さよなら。カインズホームのやつですかね。猫一家が、いや、コービーの手前ですよ、あれは。なんかスリスリしてました、猫同士が。ファミリーマート、サントピアマリーナ店。変な名前だな。24時間営業。猫同士がスリスリしてました。ほうずりしてました。マジックテープ。ん？何店？え、何が？あ、サンマート店。サンマート店、なんか変な名前でした。超変な名前でした。やった。サントピアマリーナでしたっけ？ん？いや、自動ドアでしたよ。ふう。やり遂げた後のガリガリはうまいって逆でしょ。道。ふう。という、まあ、イベントもこなしつつですね。後ろ後ろ。
私後ろ、健康は皆さん気づくの早いな。ありがとうございます。そうそう、対向車線のコンビニに入るときが一番危険。わらわら一番危険。わらわら、一級さんの顔色悪いね。危ない危ない。ロボさん知っててですよね。もちろん分かっててですよ。わらわら、当たり前じゃないですか。行こう行こう。いや、単にねじってないだけだと思います。あと2分。あ、了解です。テンプレテンプレ。軽く逆方向に向かいましたね。なんでこういう時地図も確認せずに行こうとするのかな、自分は。コンビニ、対向車線のコンビニに入るとやばいです。うん、何を評価した。気をつけます。いつもありがとうございます。金稼ぎですね。毎回だもんな、これ。うん、近所でもですね。そう、息をするように。それはあのデジカメ撮る話の時からかな。持ちネタです。捕まったか。方向音痴はもちろんあります。 GPS に頼り切ってます。自慢じゃないが、ガミン。いや、ガミンをちゃんと見てればすぐ分かるんですけどね。あの逆走、逆方向に行くのが終わったのがですよね。方向音痴。あ、またか、またそれか。西へ行く人は帰ってくれ。東に行く人だけってことは東を訪ねるわけだから東尋坊だな。ポンプは XTR の一部が XT になってる感じですね。レオレはまだなかったっけ。ストアです。ん、自転車店経由でどうしようかな。アパート5万2000円くらい。足を持つそうですね。いや、なんかつまらん回収したな。つまらぬ回収してしまった。温泉、また瞑想で。ここが洲本温泉。うん、いや、馬にせ適当です。何の根拠もありません。急坂、いや、いや、別にいいかな。あ、でも洲本城跡ありますね。洲本キャッスルルインズ。いいバイクですね。うん、バイク、私の自転車のことかな。どれが白なんだこれ。小学生に話しかけましょうよ。小学生、なかなか高いところにありますね。6時か。自転車屋さんが何時までだっけ。単に自転車店ですよね。あ、延長、まず延長しよう。あ、ニワワジ。あ、本当だ。本当だって、ニワワジってなんだっけ。すごく近くですよね。先に店に行くか。おっと。ん？自炊？自炊。自転車整備ですね。市役所があるのは多分市街地の。今、スモットっていう宿を取ったところに向かっているところです。スモット署があって、市役所。うん、ていうか、庭味どこだっけ。まずは市役所の近くに行こう。うん、自転車のことバイクって言いますね。じゃあちょっとお城は後回しにするか。もうこの後永遠に来ないのか。でもあんな標高高さなところにあるお城だから眺め良さそうですよね。事案が。でも確かにあんまりしなくなってるな、音が。なんでしなくなってんだ。きちきちは言ってるけど、あのギーギーっていう感じじゃなくなってますね。自
転車屋さんに持っていこうとすると再現しなくなる法則。このぐらいだったらそれほどむちゃくちゃひどくはないように聞こえるよな。ちなみにギシャンといえばですね、タフの箱舟っていう SF の中にカタカナで5文字でギシアンクの、ギシアンクっていう星だか星系だかが出てきます。ギシアンク、ギシアンクの旧根基っていう人類の敵がで、あの設定の中に出てくるんですけどね、関係ないですかね。タフの箱舟はかなり面白いんだけどな。 SF の、そう、あの分かる人がとても少ないですね。大福、私はもう今日大福食いました。音が少なくなったってことは症状が悪化してる可能性もあるよ。悪化してる、うん、そうですね。そう、球根鬼と書いて球根鬼というなんか数千年前に人類が戦った敵がどうとかなっていう話が出てくる SF なんですよ。いや、それが全然本質じゃないけど。渋滞中、墜落災害の絶滅ってなんか怖いな。そう、 SF、 しかも海外 SF で、まあ、もちろん日本語化されてるやつなんですけどね。ジョージ R.R. マーチンだったかな、あの作者は。あの作者のやつはいくつか読んだけど、タフの箱舟が一番面白かったな。リテーナー、リテーナーっていうのはディアディレイラーかな。で、あの、そこまで言ったらもう放送は切りますので、あの、結果はツイッターの方でお知らせします。間違っても店内放送とかやろうもんなら、どれだけあの店に対して失礼な文言が出るか分かったもんじゃないですよね。この店はこれこれだからダメだなとか絶対書かれますよね。なので、まあ自転車店の前まで行ったら、何が崩壊、鉄砲が崩壊、いや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 、騙されませんよ。現状はヘッド墓クランク派で分かれてるね。ヘッド墓クランク、そんなことは書きませんよ。いや、音来てもダメダメ。そんな失礼なこと書きませんよ。信用されてない、信用されてないというか、あの、自転車放送でパーツとか、あの、こういうこの手の話になるとが一番危険。書かれますね、書かれますよね。店がやばいんじゃなくて、皆さんがやばいんです。皆さんの中にやばい人がいます。先生、怒らないから手を挙げてみなさい。今までそんなこと書いたことないよ。書いたこと、あなたはないかもしれないがって、あえてかい、そう書いてること自体があなたは怪しいよ。ヘッドに100万ペソ、宝石箱やとか言いますよ。宝石箱や、多いからかな。自転車はこだわる人が多いんですよね。おらおらロボ様のお通りだって大体そう、わらわら。かっこいいなの、電源車かな。マリオのことかって何が、何が、宿のご飯 ご飯に、そう、ツイッターで書いても危険なことあるからな。レイ・ブラッドベリーはどれ見たことあったっけ。古典ですよね、レイ・ブラッドベリー。誘導尋問、頑張ります。でも素材、そうですよね、ですよね、そうそう、汚いとか、私は汚くする自信があるけどな。脱衣預かり所、あの中には脱衣されたものが大量に。火星年代記は確か見てないな。うん、想像、1200人、ありがとうございます。水がセルフとか言わない。水がセルフとかホテルニューアワージ、私グレッグベア大好きです。グレッグイーガンもグレッグ、あれ、グレッグベアとグレッグイーガンと、あれ、待てよ、グレッグベアでいいんでしたっけ。ブラッドミュージックはグレッグベアですよね。グレッグイーガンは
あ、ブレイクイーガンでよかったっけ。水虫って、ブラッドミュージックペアです。ペアですよね。私、あ、ブレイク、あ、ちょっとそのあたり知らないんですけど、ブラッドミュージックが一番好きな SF のうちの一つ。もう一つ、あの竜の卵が好き、ロバート・エル・ホワード。こっから海沿い、まっすぐ行っていいか。で、左に曲がったら市役所があって、この辺りなんですね。近くに行ったら iPhone で検索しよう。雲早っ。右、英語だとなんて言うの。ウォーターワーム。ウォーターワームですよ、もちろん。本日のお宿は、ウォーターワーム常磐交差点近く。常磐、あ、まあ多分検索すればすぐ分かると思います。どこからは、あの、あれ宗教かな。足湯とか書いてあるな。あ、あれ文化資料館だ。すり抜け。うん。あ、洲本市街地が洲本温泉と重なってんだ。あ、今日はホテル取ってます。ビジホ。5000円プラス税のビジホ。それでもなんかちょっと奮発したなとか思ってしまってる自分が最近ちょっと安宿にこだわりすぎてるかもしれない。ビジフォー、なんだろう、若者の群れ、上半身裸の彼はリーダーか。うん、でもね、何かについてないです。外で食べます。うん、よいしょ。ふう、読み上げストップ。よいしょ、読み上げ再開。これでいこう、今度からは。どっち、お、装飾付き、すごいな、柳幼稚園すごいな。あ、すいません。はい、あ、大丈夫です。よいしょ、ちょっとこれが面白かったんで、このゴリラが面白かったんで。よいしょ、柳幼稚園さんはすごいな。ゴリラわらわら。柳幼稚園さんゴリラ推し。何これ、わらわら。なんだこりゃ。ちょっと右のあの小猿があれみたいですね。2001年みたいですね。なんなんすか、これなんなんすか。わらわら。不審がられてる。あんたの方が面白いよ。幼稚園。子供をゴリラに例える幼稚園。ゴリラに。わらわら。ゴリラのようにたくましくなれ。こういうおばちゃん好きよ。ゴリラ幼稚園。柳幼稚園 YG って書いてある。柳、あれ幼稚園ってキンダーガートゥンじゃないんだっけ。キンダーガートゥンは保育園。彼のヘガトンパンチってなんだっけ。ファミコンでしたっけ。ちょっとこの辺りは内側に入ってみよう。こんにちは。スナック田園パート2。女体像たくましいな。キンダーガートゥンのガー、あれガーデンでした。ガートゥンじゃないんでしたっけ。キンダーガートゥン田園パート2は特に面白い名前でもなかったか。そこに乗っかるのです。そこの幼稚園は市長の一族の経営ですよ。市長の一族の経営。あ、曇ってる。多分元々この様子だと今晩の夕食期待できるね。夕食、あ、田園行こうよ。どこで食べるか考えてないんですけどね。キンダーガートコップありましたね。シュワちゃんでしたっけ。シュワルツェネッガーのことシュワちゃんというのがもうすっかり定着してるのはなんでだ。ガーテンでいいですよね多分。あ、じゃあこの辺りでそろそろ検索しよう。タニ自転車じゃなくてタニサイクル、タニサイクルでいいや。タニサイクル、スーパーで惣菜を。それでもいいんですけどね。タニサイクル、とりあえずカタカナでやってみよう。
カタカナで検索するとすごいところが引っかかったな。これどこだ。あ、和歌山県の方だ。谷サイクルあれですね。じゃあ谷サイクルは谷系の谷かな。田園で、あ、出た。あ、ちょっと住所だとちょっと厳しいんですけど、あ、わかりました。今日はホテルに泊まります。また、うん、泊まってますか。終了してたらまあそれはそれで仕方がない。泊まってないですよね。大丈夫ですよね。電通か。よいしょ。ん？谷作業区？店、食事の店で空いてそうなところがあんまないな。連休だから休みって落ち？連休。まあこの辺り裏通りだから。何が？本日は閉店しました。本日。まあね、やってない可能性もありますけどね。でも確か木曜定休っていう情報もあったし。あと修理できるかどうか分かんないです。あのできてなくても谷サイクルなんとかさんを責めないように皆さん。電話、いやでももうすぐ近くです。切る切る、絶対切る。自転車や人体攻撃や面会コラー。ん？人体攻撃？人体？あ、一応食事屋さんあるな。本日休業。やってねー。サイクルショップ谷。今日は連休で、うん、やってない可能性確かにありますね。喫茶スナックすだちっこ、うん、宿配信ですね。次はお、珍しい。あのバスの表示、あの表示板で、あの影付きフォント使ってあるなんて珍しい。淡路交通さん、縁付き影付きフォントだ。珍しいな。あ、でも普通の階層は階層なんだ。あ、大衆食堂あった。ママチャリ専門が普通ですよね。うん、やってね。ご用の方は下記携帯電話に連絡くださいって。これかこの先ぐらいかな。スタチコか。そう、ママチャリ修理。あ、なるほど。もう2つ先か。左前方がこれが市役所で、もう2つ先ですね。何が OK？ お腹すいた。そう、サイクルショップさんはこの次の次、あそこかな。おおっていうのは、私が今反応したのはですね、反応したのはそこ、ロケット焼き石津さん。やってないけど、もう2つ先ですよ。2つ先、あ、もう1個先かな。うわ、ロケット焼き食いてー。どんなんだろう、ロケット焼き。どうロケットなんですかね。前確か、どこだっけ、敦賀の近くで食ったのは何焼きだったかな。あれはなんだっけ、赤いやつが何焼きだったかな。何ですかね。で、こっち側に食事の店はあるかな。うん、一応このストアは開いてるけど、食事の店の中でやってるかどうか分かんないな。シャッター街、厳しそうな感じ。椅子、あれ開いてないです。今日人歩いてないのはみんな車で移動してるからかな。あれ、もう一個先か。あれ、ソユーズ、時輪を左折、もう一個先か。公設市場、日曜は基本休みでしょ。基本休み。あ、ここ商店街みたいなのがあるけど、うん、上書いてありましたね。よいしょ。いや、あれ本当にやってるのかとか、あと仕出しとか書いてあったし、解析とか。この交差点のところだな。この辺りだな。
勇気を持って女性に声をかけよう。勇気を持って。常磐交差点。あ、まだ先か。嫌な予感。この交差点じゃないよ。これじゃないですね。もう呼んでデートするのは嫌だ。なんで。あと、あの信号機のところだな。あれですね。廃車ボッタ。油断すると本も潰れてるのが地方都市。だいたい休みだろ。この辺りだな。デートできるだけいいじゃないか。怒り。怒り。勝った。信号左。信号左、こっちじゃなくて。あった。もう修理はいいからナンパしようよ。ナンパするか。これか。両稼働のネットチラシがガラガラだった。なぜ。ちょっと厳しいかもしれないな。開いてた。開いてたけど厳しいかもしれない。やってた。スポーツ自転車系とはちょっと言いにくい感じかな。営業中の自転車や。厳しいわ。ちょっと厳しそうだな。一番表出てるのはママチャリや、ママチャリなんですよね。まあでも、二次元コード？超微妙。まあでも聞いてみます。選ぶも何も。この辺りここしかないんじゃないかな。じゃあ、これで一応相談して、ツイッターで結果をお知らせします。で、その後、ホテルに一旦チェックインして、できれば先に風呂入って、で、食事の店探して食います。ちょっと厳しそうな感じはするけど、でも、思わず、ちゃんとやってもらったりできることもありますからね。見かけで判断。とりあえず、できそうだ、できそうだって言うと逆に危険かなと思って、皆さんの反応的に。じゃあ、これで一旦切って相談しに行きます。ロード、ちょっとスポーツ自体もあるかな。じゃあありがとうございました。ではまた、多分宿配信で。OK。で、また配信、停止ボタン押せない系だ。ちょっと待ってください。今、つなぎ直してもう一遍終了させる。恥ずかしい、こういうの。自動無料延長切っとこう、ちゃんと。この間これでもらった恥ずかしい思いしたしな。どうなるか分かんないですけどね。よし、改めて放送開始ボタンを押して、で配信停止。今度こそお別れです。さよならです。ありがとうございました。